今年最注目プロジェクトブラスト関連、高配当ポイントがガンガン増える最新エアドロを公開。今から参加しておくことで今年最大規模のエアドロ報酬を獲得できます。また現在僕のリニューアルラインではこの最新ブラスト関連のエアドロの正式なリンクと参加手順を限定共有していきます。まずは概要欄から僕の公式 LINE を追加いただいて、そちらにスペースとメッセージを送りください。はい、どうも、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。送り人生産機の匠です。直近ではブラストに関連するエアドロ情報を頻繁に共有していますが、またまた最新のものが出てきました。ブラストは今年最大級のエアドロが行われるということで非常に期待が高まっているんですが、過去紹介したエアドロをすでに進めている方はよりポイントを、そして今回のエアドロが初のブラスト系という方はここから最大級のエアドロを受け取るためのポイントを獲得するチャンスとなります。エアドロの開始は今年5月とあと1ヶ月しか猶予がないので、今から急ぎ高配当のエアドロポイントであるブラストゴールドというのを貯めていきましょう。このブラストやエアドロを獲得できるブラストゴールドなどの仕組みについては概要欄の関連動画にある動画で詳しくお話ししていますので、まずはそちらをご覧いただきつつ、同じ動画で解説しているエアドロも進めてみてください。そして今回の動画では最新ブラスト関連のエアドロスペースバーを解説していきます。こちらも今から参加しておくことで特大エアドロの参加資格を得ていくことができますので、低資金から大逆転できるエアドロに参加したい、そんなあなたは必ず最後までご覧ください。ここで1点あなたに重要なお知らせがあります。公式 LINE では少し前から告知させていただいたんですが、ありがたいことに現在 LINE 読者様が非常に増えたこと、そしてバブル前で情報一つ一つの重要度が上がっていること、こうした状況を加味しまして、仮想通貨で本気で稼いでいきたい方たちに絞り、精鋭で今後は進めていこうと思います。そこで今回限定情報を発信する公式 LINE をリニューアルいたしました。これまでリニューアル前の LINE で数々の銘柄情報を共有してきたんですが、実際にその情報で多くの方に稼いでいただくことができました。例えば WIFAT500 倍、Aptos100 倍、SMOK47 倍、K9 32倍、DCHAT20 倍、Artifact10 倍、BFI ラボ9倍、DARM6 倍などを上げたらキリがないんですが、情報共有後に価格を大きく上げた銘柄が多く存在します。情報発信している身としては自分が発信した情報で実際に結果を出していただけて本当に嬉しく思います。ただこれまでの情報に乗り遅れてしまった方もご安心いただきたいんですが、今後はいよいよ4年に一度の仮想通貨で稼ぎきる一大チャンス、仮想通貨バブルが訪れます。リニューアル後の LINE ではこのバブルに向けてこれまで紹介した情報以上に利益に直結する情報を共有していきますので、ぜひ直近 LINE を追加いただいた方も改めて概要欄の一番上にあるリニューアル LINE の追加を必ずお願いいたします。これまで通りこちらのリニューアル LINE で実際にやり取りもできますので、ぜひ気軽にご連絡ください。はい、それでは本編に入ります。ではまずは今回のエアドロプロジェクトであるスペースバーについて解説していきます。このスペースバーというのは今年最注目のプロジェクトブラスト関連のブロックチェーンゲームです。内容としてはよくある Web3 のゲームといった感じなんですが、やはり肝心なのはエアドロに関する部分ですよね。このスペースバーは独自のゲームをプレイしたり SNS をフォローしたり、あとはステーキングを行ったりなどの作業でポイントを獲得できるんですが、過去説明したブラストの高配当エアドロを獲得するためのポイントであるブラストゴールドを定期的に獲得することができます。これはブレードスワップと同じ仕組みですね。もしまだブレードスワップのエアドロに参加していない方は4月4日まで参加できるようなので、ぜひ概要欄の関連動画から解説動画をご覧いただき参加してみてください。こちら所要時間も1分ほどでかなり簡単です。はい、ではスペースバーの解説に戻ります。このスペースバーに関しても早い段階で触っていた人がよりこのゴールドの配当量が増えて圧倒的にエアドロ報酬が増していくので、できる限り早いタイミングから触っておきたいところです。最後にエアドロに関する注意点となるんですが、ブレードやこのスペースバー含めブラストに関連するエアドロにはブラストの期待値が高すぎる結果、か
かなりスキャムサイトが多い状況です。間違ったサイトから進めてしまうとウォレットから資金が抜かれてしまう恐れがありますので、必ず正式なサイトリンクからアクセスしてエアドロを進めていきましょう。これを怠ってしまうと目前に迫る過去最大規模のエアドロを逃すだけではなくて、ご自身の資産もなくなってしまうなんて最悪の結果となりませんのでご注意ください。そこで現在僕のリニューアルラインでは、このスペースバーの正式なリンクと参加手順を限定共有していきます。なのでこの機会にブラスト関連のエアドロを進めて今後のエアドロを獲得したいという方はですね、この動画の概要欄から僕の公式 LINE を追加いただいて、スペースと一言メッセージをお送りください。そして最後になりますが、もしこの動画が役に立ったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と、そしてこの動画の高評価コメントもしていただけると励みになります。それでは今回の動画はこちらで以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。